三条京阪、三条京阪、京都三条大橋の麓にある駅ですね。よいしょよいしょよいしょ。三条大橋に着きました。京都、目の前鴨川です。あー長かった、皆さんのおかげで京都三条大橋着きました。東京日本橋からの500キロサイクリングでしたけども、終わってしまえばなんかやっぱ寂しいというか、早かったというか、もう次の旅に出たいと思ってます。今回ね、自分での言い聞かせと、あるいは皆さんにお伝えしたいメッセージはですね、やりたいと思ったらやるってことですね。人生あっという間だと思いますんで、ぜひ私も今後もやりたいと思うことはやり続けたいと思います。皆さんもどんどんやってみようということで、2020つねちゃんのやってみよう夏のスペシャルサイクリング以上で終わります。ありがとうございました。皆さんこの自転車も褒めてやってください、ね、よく頑張りました。それではまた会いましょう。失礼します。